生きてる者はいないのかは、前田志郎の儀曲である。2007年に、京都芸術センターにて、前田自身の演出で初演。翌年、第52回岸田国史儀曲賞を受賞。本は、白水社から刊行されている。岸田賞の選評では、死ではなく、死に方に関する、見事な不条理演劇。ベッケットの言語からも、別役ミノルの言語から物がれえた。 不条理劇と評された。2012年には、石井学流の監督で映画化された。2014年10月16日から26日まで、青山園系劇場、青山演劇カウンシルアンコールにて、再演、主演は、川口春奈。作品の舞台は、大学周辺で、舞台上では、はじめ大学の休憩所や大学近くの、喫茶店。 研究室や大学病院の一室などが混在し、劇の進行につれて教会が曖昧になる。この舞台上を、都市伝説を研究している学生たちや、友人の結婚披露宴の出し物の相談をしている学生たち、自分の婚約者と元恋人との修羅場に直面している男、アイドルグループに所属する現役学生、といった人物たちの会話ややりとりが交互に展開する。 はじめはどれも日常的なやりとりの範囲に収まっているが、やがて登場人物の一人が突然、苦しみ始めて間もなく、死に、それから次々と登場人物たちが悲劇的というよりは、間の悪い滑稽な死に際を見せながら倒れてゆく。劇中では、都市伝説となっている殺人ウイルスの存在がほのめかされるものの、彼らの死の原因は最後までわからないままである。 同盟一曲を鏡神の石井総合改め石井学竜が群像不条理劇として長編映画化。主演は染谷翔太。石井の作品としては五条霊千記五条へ以来10年ぶりの長編映画となる。第52回岸田国史議局賞選評、コリッチ舞台芸術忍の演劇デビュー。ありがとうございます。